おはようございます、ちかです。今日はね、私的な休日です。にゃちゃんだらっとで休日の一日とかいう動画を撮っているのでね、不衛編もやっておこうと思います。だらっとでダラダラしすぎたので、にゃちゃんでの休日は朝少し遅めに起きれるくらいで、 YouTube の編集と撮影を詰め込むというつまらない一日になりがちですが、今日はどうでしょう。ということでね、本日は不衛での休日の一日をお送りいたします。では早速いきましょう。とりあえずね、化粧まではもう終わっているので、着替えて外出します。今日はいい天気ですね。晴天ではないんですが、日焼けしないぐらいのちょうどいい天気。まずはね、朝散歩しながらカフェに向かいます。今日はね、日差しが弱くって22度くらいかな。めっちゃ心地いい天気ですね。この時期の冬は最高です。ほとんど雨降らない。かわいい白いふわふわのワンコもお散歩して気持ちよさそうですね。かわいい。今日はあそこのカフェに行きます。ここです、ガーデニア。はあ、空気が美味しいカフェです。緑いっぱい。美味しそうなパンがたくさん並んでおります。こちらにはケーキも並んでますね。本日の朝の一杯、カフェムイ塩コーヒーです。ここ練乳を自分で調節できるからいいですね。おい、こんな感じです。ふわふわ。おいしい。本当にね、フエに来て初めて飲んだんですけど、カフェムイっていう塩コーヒーめっちゃ美味しいです。美味しい。あのね、塩のナトリウムの成分がコーヒーの苦味を消すらしくって、本当にベトナムコーヒーの苦味をほとんど消してるって感じ。砂糖をいっぱい入れるより塩をねちょっと足した方が苦味消えるみたいで、本当にね苦味の少ないコーヒーです。今日はね肌寒いのでホットなんですけど、まあアイスの方が美味しいかな。エッグコーヒーよりはコーヒーっぽさがあるから私は好きですね。でもちょっとエッグコーヒーに似てます。このお店はね、チェーン店っていうのかな、何店舗か増えにあって、まあみんなこんな感じでおしゃれなので人気ですね。ただ口コミで食事あんま美味しくないみたいに書いてあったので、まだね手を出したことがないんですが、見た目はね美味しそうなケーキとかパンがたくさん並んでおります。一応ね、休日に YouTube の撮影のスケジュールとかを立てるようにしてます。はい、お次はね、市場に行きます。フェーでは基本外食なんですが、今日の夜は出かける気分じゃないので、自炊できるように食材を買いに行きます。おーい、到着しました。お気に入りの行きつけ市場、紺市場です。この市場はね、規模はそんなに大きくないんですけど、充実しております。野菜とかも新鮮で綺麗で安いです。そしてこの先にあるこのおばあちゃんが作っている文房笛が絶品です。この市場ね、こんな感じで建物の外の方がにぎわってます。お店の数も多いかな。あ、ここが私が行きつけのチェー屋さんです。買っていこうかな。1個3000ドンです。めっちゃ安い。そしてこちらが私の行きつけの鳥屋さん。
こはね、氷で冷やしてあるのが高ポイントです。この辺りは一連観戦コーナーですね。変わった魚が並んでます。なんだろうこれは。たくさんありますね。そして行きつけの野菜屋に行って帰ります。こちらです。はい、めっちゃ安い、全部50円です。こちらは行きつけの豆腐屋さん、かわいい。おはよう。ここら辺はお肉コーナーですね。お肉コーナー、いつも食べてる。天井が高いので圧迫感のない市場ですね。はい、じゃあ買い物終わったので一旦お家帰ります。今ね、買ってきた食材を冷蔵庫に入れたんですが、薬局に寄り忘れたのでまた外に行きます。ベトナムはね、薬局無駄にたくさんあるのでどこでもいいんですが、この薬局が一番近いのでここで買います。携帯を見せて。はい、はい、ということでね、簡単に目薬をゲットしたので、ついでにね、ご飯を食べて帰ろうと思います。ベトナムのね、目薬、ロートとかの市販っぽいやつより処方箋でもらうような目薬の方が安いですね。今回のも150円ぐらいでした。今みたいにね、携帯を見せて欲しい薬行ったらすぐ持ってきてくれるので薬局は楽勝です。ではお昼はしばしば行くこちらのお店で食べます。美味しそう。じゃーん、本日のお昼はブンティッヌン、ベトナム風焼肉混ぜそばですね。美味しそう。熱々、お肉から湯気が出てる。混ぜ混ぜ。見てもらったらわかると思うんですが、フエのね、ブンティヌンはホーチミンのブンティヌンとは違いますね。このね、タレがピーナッツごまだれソースです。ホーチミンのはね、魚醤のソースですね。私はこのフエ流の方が好きです。こっちの方がね、濃厚で美味しいですね。ドロドロってしたタレですね。ではいただきます。ピーナッツ感の強い担々麺って感じかな。美味しい。フエはね、このブンティンヌンもね、名物料理の一つですね。ね、有名なお店が旧市街の方にあるんですが、ここは1万5000ドンに対してそこはね、3万ドンで、味もね、私はこっちの方が美味しいんじゃないかと思っております。ここのね、ブンティンヌン本当に美味しい。お肉がめっちゃ漬け込んであるからすっごい柔らかくて、しかも1万5千丼でこんなにいっぱいね、お肉が乗ってるから本当にコスパ最強ですね。さっき言ったカフェとかがぼったくりに感じますね。約2杯ぐらい食べれるコーヒー1杯で。ここはね、ブンマムネムも有名で、どっちかっていうと現地の人はブンマムネムを食べている方の方が多い気がするんですが、まあ日本人はね、半数以上は多分ブンマムネム嫌いかなと思います。私はね、好きなんだけど、ここだったら同じ1万5000ドンだったら、この肉がね、いっぱい乗ってるブンティンヌの方がお得かなと思って、よくブンティンヌ食べてます。これでちょっとね、この辛みを入れるとさらにね、台湾混ぜそば感が強くなります。フエはね、何でも辛くしてあるんですけど、ここはね、別入れなんでありがたいですね。ちょうどいいぐらいの辛さがいいです。おいしい。辛みが加わると本当にもう混ぜそばみたいな感じかな。魚醤ベースのブンティンヌンよりね、食べ応えがあります。
お昼ご飯も食べたしね、朝からバタバタしていたので、とりあえずね、お家に戻ってゆっくりしたいなと思います。お家帰ってきました。コーヒー入れて編集します。それでは永遠の編集作業に入ります。ちょっと休憩、おやつ。じゃーん、今日のおやつはチェーです。朝市場で買ったチェーにバナナを乗せました。はい、今日のチェーは小豆と白玉とタピオカの間みたいなやつにココナッツが入ってるやつです。それにココナッツミルクが乗ってますね。1つ3000ドンだから2つで6000ドンです。それにちょっとだけバナナ代、1万ドン以下、めっちゃ安い。ドンバ市場とかの3分の1かな。甘くて美味しい、癒される。これがもちもちの、中がココナッツのコリコリ果実が入ってる。このね、小豆もめっちゃ美味しい。日本を思い出すような味。これまでチェーとかあんま食べなかったけど、冬来てからチェーばっか食べてる。ここからね、先見えるとこずっとさら地で、ちょいちょいね、お家ができてきてるんですけど、あそこが開発地区みたいだから、イオンはあそこら辺にできるのかなと思って見てます。ちょっと見る。あそこら辺、ずっと奥の方がさら地で開発中です。はい、ではちょっと遅くなったんですけど、切りがいいところまで編集終わったので夜ご飯作りたいと思います。おい、今日はガーコーグンというベトナム風鶏肉の生姜煮を作ります。
できました。本日の晩ご飯、ベトナム風鶏の生姜煮込みとチンゲン菜とトマトのオイスター炒めです。いただきます。遅くなっちゃった。もうね12時ぐらいです。おー喉乾いた。美味しそう。乾杯。うん、まご飯を炊き忘れちゃったのでこんな感じです。おーほろほろに煮込まれてる鶏。うまっ。これね今日は鶏屋さんのおばさんにぶつ切りにしてもらって骨のまんまやったんですが、全然こっちが美味しいですね。食べづらいけど骨ついてる方が美味しい。美味しい。これは止まらない。チンゲン菜もトマトも1キロ50円でめっちゃ安い。フエは野菜安い。美味しい。いっぱい食べれますね、安く。ベトナムは野菜炒めによくトマトが入ってます。最初よく分かんなかったけどいいアクセントになります。フエはローカル料理、安くて美味しくて本当にコスパいいんですけど、こんな感じでね遅くなったらお店閉まっちゃうから自炊するしかないですね。全部ローカル飯で済ますのはちょっと無理がありますね、時間的に。でもこういう料理とかもローカル店に行って覚えてる感じ。あ、こういう風に作るんだって思って真似して作ってます。はい、ということで私のつまらない休日の一日見てくださってありがとうございました。いつかキラキラ休日をお送りできる日が来ることを夢見て飲み明かしたいと思います。では皆さん、おやすみなさい。